愛媛県を走る JR 四国の観光列車伊予灘物語の新しい車両が公開されました。1両増え3両編成となり、より特別な旅を楽しむことができます。伊予灘の夕焼けをイメージした真新しい車体、 JR 四国が4月から運行を開始する3両編成の新しい伊予灘物語です。今回新たに追加されたのがこちら3号車です。車両1両を丸々貸し切ることができる特別な個室になっています。和と洋を織り交ぜたレトロモダンをコンセプトにした内装は、砥部焼の器など愛媛らしさがあふれています。8人まで利用できる個室はまさに走るスイートルームです。1号車と2号車もゆったりとしたシートで車窓の風景を楽しむことができます。他では走ってないような列車を作りたいっていう思いはありました。いろいろなバリエーションで、シートアレンジとかも作ってますので、いろいろな場面でこの列車も使っていただけるっていう機会も増えるのではないかな。初代伊予灘物語は JR 四国初の観光列車として2014年にデビュー。海岸沿いを走る風光明媚なコースが話題になり、14万人以上が乗車しました。今回老朽化に伴い、およそ2億円をかけて新たに車両を整備しました。鉄道の運輸収入が減る中、観光利用の起爆剤になればと期待します。必ずしも収入としては大きくないんですけども、 JR 四国あるいは四国そのもののですね、宣伝展開の大きなツールだと今思ってます。移動手段としてだけでなく、新たな付加価値を提供する観光列車です。伊予灘物語は4月2日から運行が始まります。